お疲れ様です。お疲れ様でした。今回ちょっと特別企画で、ちょっとワールドワイドに活躍している未来モンスターたちの特集をちょっとしてるんですけど、はい、磯村さんのワールドワイドなお話、何か聞かせてもらえませんか？ワールドワイドなお話ですか？ワールドワイドな。そうそう、まあ、この間ね、フランスのカンヌに行かせていただいたんですけれども、はい、カンヌで、まあ、宿泊施設があり、まあ、僕らそこにね、泊まったわけなんですが、ちょっとね、そこのホテルで、起きた、まあ、記録とかっていうよりかは、記憶に残る出来事がありまして、はい、まあ、チェックインして、エレベーターに乗って、僕ら5階の客室だったんで、5階に行ったんですけど、5階のボタンピッて押して待ってたら、3階で開いたんですよ。エレベーター。はい、はい。で、閉じて、そしたらまた3階の向かう扉が開いたんですよ。誰も乗ってこないんですよ。はい。誰もいないし、おかしいなと思って、しまって、まあ、5階行って、で、その後、またエレベーター使う機会があって、1階から5階に行こうとしたら、5階のボタンを押してるのに、3階がずっと点滅してるんですよ。5階押してるんですか？ 5 階押すのに、3階が絶対点滅するっていうことに気がついたんですよ。そしたら、やっぱり3階で案の定止まって、また開いて閉じてっていう、その繰り返し何回もあって、いや、このエレベーター怖いねっていうのをスタッフさんたちと話してて、で、最終日ですよ。はい。5階から荷物持って、まあ、バスなんでね、飛行機がいないので、で、5階でエレベーターをして、待ってたら、一向にエレベーター来ないんですよ。はい。で、ずっとガタン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 言ってて、はい、あれ？と思って10分ぐらい経っても来なくて、まあ、しょうがないなって階段で降りていったんですよ。はい。そしたら、うちのマネージャーさんが、顔を真っ白にして、エレベーターに閉じ込められたって言って、その、え、どうしたんですかって言ったら、3階で閉じ込められたって。もう顔色真っ白になって、何このエレベーターっていう、めちゃめちゃ怖い恐怖体験をしました。カンヌで。記録じゃなくて、記憶に残る。恐怖の記憶。恐怖の話、ワールドワイドのミラモンニュースでした。ありがとうございます。ミラモンスター。